でもさ、ちょうど野球話になったけど、誠司さ、西武行ったやんか。はい。あれ、西武行ったのさ、いわゆる、あれだろ、なんだっけ、なんか、ついて行ったろ、誠司、戻すっていう。ああ、そう、有名な話ですよね。いや、戻す普通の人、普通の人は知らんでしょ。いや、なんか、ネット上にはもう、みんな書いてあります。はい、なんて？コロナに負けない、プレイボール、ヨロピコ。もともと西武に行くのは戻ってこれるっていうことがちゃんと貸し出したよな、レンタル、うん、レンタルだよな、うん、それでサッカーは普通ですけど、当時野球はなかったし、うん、タブルだったんで、うん、そうだよな、うん、戻ってくるときになんかごちゃごちゃになったんですかね。いや、ごちゃごちゃは全くなってない、なってない。それはどうしてかというと、前の日本シリーズか、浩平さん、浩平さんというオーナーと、はい、で小葉監督と、はい、で、ライオンズがね、根本さんだった。はい、根本さん。なるほど、なるほど。根本さんはカープの監督までやられてる。だからこの三角形でそれを決めたらしいんですよ。うん、3年間、うん、お前他のところも飯食ってこいと。はいはいはい。で、3年経ったら帰ってこいと。はい。で、僕初めて聞いたのが、さやかさんに聞いたんですよ。うん、マネージャーね。はいはい。向こうに行ってですね、はい、会発表のある前の晩に、うん、僕は分かりましたとは言いましたけど、はい、まあ、正直言って帰ってくる気なかったです。ああ、本音はですね、うんうん、だからまあ年齢から言ってもまだ野球じゃないとこからスタートしてもまだ間に合うと思ってたんで、もし野球でもうダメになったら帰ってくる気は正直なかったです。ただ2年目に日本一だったんで。ですよね。うん、西武ライオンズがですね。そうなんです。はいはいはい、だからあれでまあちょっと、ただその翌年にも自主トレ始めてキャッチボールの1球目からもう肩が痛くて、もう全く慣れなくて。はい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 、はい、でまあいろいろありました。はい。でも上からサイドの風ですよ。だから最初に書いたのは、カープの4年目。4年目か。うん。4年目、4年、5年目の途中かな。最後の年の途中ぐらいかも。で、3年間セーブ行ったやんか。はい。で、帰ってきたやんか。はい。で、帰ってきて、あの時に、お前、防御率1取ったやんか。はい。あの、横浜戦で先発して。ええ。でも、小林さんすごいよな。いやー、すごかったです。高橋さんの時、ロッテ行ったんだよね。ロッテ。いつ出されたんですか。いや、揉めて2年後揉めて2年後ということは高橋さん監督の時やったもんな、俺1年やってますよ。高橋さんの監督って平成元年、アナさんの追っ越し平成元年、うん、だから平成2年に出されたよ、これ。うん、そうそう、ロッテ行ってね。そうそう、ロッテは何年におったんですか。1年で、現役終わり阪神にね。で、新庄入った。うんうん。その時新庄と一緒やった。亀山新庄。そうですね。檜山、亀山、新庄や。ああ、ああ、ああ。だけこの前、この、あれを、よしこチャンネルに見とったら、タイガースのユニフォーム飾っとるけど、うん。あ、高橋さん、タイガース。行ってる。行ってましたっけ。行ってると。新庄が入ってきて、亀山入って、檜山入って。そうですね。彼らにいろんな、教育したんですね。してない、大丈夫、俺あ、もういいですって新庄出してやってくださいって俺、自業したもん。いや、そういうふうにあるいろんな、いや、そんなことない、教育を、いや遊びを、そう、はいはい、やって教えてない、教えてない一人で通りしてた、はい、はそうやな、亀山、新庄、はいはい、檜山、はいはい、そうやね、あの時すごいですね、2年間いた。
ああ、そう、2年いたのかな。遊んでた。後のスーパースターたちですよね。タイガースの2年が俺全くないんだな。全くないかも、試合出てない。そう。で、日向に言われたもん。裏で入った時に。ああ、もうさ、年寄りがさ、いても困るんだよって、俺とバヤミさんがさ、裏でさ、甲子園って裏で、ついにさ、平田がそれ、で、パッと、平田でも何か言ったかって言ったら、いや、何も言ってませんって。年寄りが、どうだこうだって、俺とバヤミさんがいたんかな、うん、そしたらスイングしたの、裏スイング場があるやん。はいはいはい。で、裏、こう部屋が2つで、スイングしたら、平田がバッて、もう年寄りがどうだこうだって、あなんか言ったかお前面白かった俺嬉しかったな。流れ川エレプールで川崎がみんな振る舞われて一等なるが それ知らん顔して行ったんですか。昭和50年みんな大騒ぎしてるじゃん。知らん顔して行ったん。知らん顔して行ってますよ。未成年者で。未成年者やった。そうね、よく考えたらそうですね。本当だ。なんだいや、あの時は飲んでないかもしれない。まあですね。いや、でもその時はもうあのカープの高橋が引っ越えて面が割れとるわけじゃないし全く、まあ、そうか、まだ二軍ですしね。まだ二軍だもん。だからもうで、見た時すごかったね、なかなかは、ヤゲンボリ。もう人が多くて、もう全部振る舞い酒や、みんな。そうもう人が歩けないぐらいでした、昭和50年。どこ行っても何にも飲めるんですよ。なるほど、はい、でも昭和50年のパレードがあったやんか。はいはいはい。あれ以来パレードなかったやん。ない、私の時ない。僕たち優勝パレードないもんな。ないないない。この間あったんか。いや、やってた。3年間の時あったじゃないか。あ、1回やったか。なんかその後の、うん、やってるでしょうね。長いこと優勝してなかったんで1回やったかな、うん、俺たちの時ないもんな。ないですよ。パレード全くないでだから、高橋さんはまあ、振る舞い酒飲んだ未成年の時の飲んでない、ご昭和50年と50年、54年、55年、9年、61年はいました。61年いないやろ。アナさんの時はもういない。あ、アナさんいた。あ、だそれが最後だけど、5回優勝経験したんです。そうそう、5回。日本一が3回、うんうん。で、あれはパレードは全くない、うん、あの昭和50年だけ。それで、はいはい、広島はあそこのなんかフラワーフェスティバルができたんやろ。そう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 。だからあの 100m 道路なんだよな、うん、あれで、あのパレードでフラワーフェスティバルってができたんやな。そうそう、あれ昭和54年ぐらいじゃないか。我が花になる。そうそうそう、あの回れ地球よだけ。いや、なんかよう知ってません、そんな。広島いたんやろ。あ、ほか花車ってな。高橋さんのところであの日みんな終わってこれにも乗ってますけど、うん、記者会見したじゃないですか、うん、でその後その夜はどこに消えたんですか。横浜やろ、うん、横浜の街で大騒ぎしたの。ジープ乗ってジープ、うん、ジープ乗ってみんな大騒ぎしたの。ジープ飲酒運転じゃないですか。いや、俺じゃなくて、あ、人がちゃんと運転してで、ジープのジープ、オープンのジープに乗って大暴れしたもん。あ、ほんと横浜の街あ、なったらかないようですね。そんな時代だったなぁ。まあ、あの時は、あれですわ、古さんが、うん、古澤さんが、うん、俺はタイガース入ってから西武行って、うん、長いことを経験して初めての優勝だから、うん、でちょっと渋谷にあの社長連中で知っとる人たちがいたんですよ、うん、でその渋谷行くぞって車2台分じゃなくて、うん、タクシー、うん、で渋谷行ってもどんちゃん騒ぎですよ。もう座ったかな、横浜から。いや、だってみんな横浜東京だから東京が横浜行ってたもん、うん。実を言うと1984年の10月4日が優勝決まった日なんですけど、はいはい、小川さんが歩いてこられて、はい、外野に来る人じゃないんですよ、ほとんど。おお、そうやな、うん、思わんもんな、お前の先発さんは、誰も思わんもん、うん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねを
よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。それではゲームセット、次回もよろしく。